ゼロ赤い蝶、前回の続きからプレイしていきましょう。どうしようかなってちょっとあれから考えて、これこっから降りて射撃取りに行けばいいんじゃないかなって思ったので取りに行きます。それだけのことです。意外とね、思いつかないものだね。それもそれでどうなんだって話なんだけどね。でもここだーってすん、大丈夫なのかな。いたよね、でもお前。幽霊ちゃんが。こいつから見て右だからこっちか。いるね、やっぱり。やべ、ダメか。ま、前作だったら脅威だったな。だが、先へ進ませてもらう。だってあれ負けないでしょ。横の道にガッと入っても、追い詰められるだけだもんね。どうしようもないのではって感じなんだけど。入れるかい？さっきいたな。よし。追ってこようが無駄だ。俺は、射撃を取りに行く。でもこれ、どこに落としたっけ俺。俺っていうか、って感じだけど。向こうに光ってるやつか。ん？返して。射撃。どこも壊れてはいないようだ。懐中電灯。これも？大丈夫？お、大丈夫っぽいね。じゃあ、さっきいたのが桐生家なのかな？ん？なんか光ってたな。この辺。ん？どこだ？これか。おお、潰された男。潰されたにしてはなんか、イエーイみたいな感じで、映りに来てたけど。はしご登りましょう。さて、こちら側に来たけども。セーブとかしといた方がいいのかな？立花家で、ここ入っていくか。なしで来たもんね、前回は。今回は射影機があるからね、もう、負けなしよう。ん？なんか光ってんな。これか。これどこに行けばいいんだろうな。え？扉の前の気配が消えた。あれ？普通に普通に進めるやつですか？ん？あれ？あれ？普通に。あれ？映写室こっちにもあるんだ。でもその前にいろいろね見たいからな。とりあえずこっち進んでいってみるか。ん？光ってんな。こっち右曲がったとこにいる？扉か。何か強い力で通されているようだ。ここもかい。ここも普通に取るだけでいいのやつ？いいのやつ？この顔がさ、ドワーって出てる感じのやつ怖いよね。俺苦手だもんな、こういうの。扉の前の気配が消えた。あかんねぞ。おい。あれ？あ、いたいた。めっちゃカチカチ押してたんだけど。全然開かなかったんだけど。お、はい。なんかシャンシャン言っとる。シャンシャン言っとる。え、ちょっと待って待って待って。なんかいろいろある。自鎮祭みたいなやってんな。とりあえず、ちょっと、映写室見ようか。ちょっと一個ずつ終わらせていこう。その方がいい気がしてきた。なんかいろいろ開けるだけ開けて、
行くのも、まあ、それはそれでありなのかもしれないけど、なしな気がしてきた。取る。何を取ったの？ああ、2を取ったの。まあいいや。なんか再生されてたけどね。これ見ても何が何だか分かんないからな。あれ？これこっちか。ここをちょっと進んでいこうか。1階をザーって探索して行けばいいんじゃないかな。ここは？この部屋のあれが何も出てないんですけど。双子の部屋。うん。障子の間。障子の間か。ここなんか開いてるけど。抜けた、床の底に井戸らしき穴が見える。床下にもともとあったものなんだろうか。井戸からは冷たい空気と冷たい風の音が漏れ出している。ここまた降りたりする？降りたりするやつ？床に何か落ちている。フィルムリール6。フィルムリール見ても何もわかんないからね。何もわからないからな。愉快なダンス踊らないで。とりあえず上をざっと、上をざっとっていうか、ざっと見ていくか。何か光を反射している。一音式。こっちは、こっちはっていうか、ここは別に、そんなに、なんか、重い場所はなかったはずなんだけど。こことかは？開いてる。開いておる。ん？何度の奥に箱が積まれている。箱はどれも固く閉ざされ、中を見ることはできない。そうかい。あった。床に何か落ちている。ご浸水。まだ一回も使ったことないよね、フル回復。結構ね、万葉丸でも、回復量が、多くて、使いやすい。お、強化レンズゼロ。強化レンズゼロについて。ダメージヒットバック3、ダメージが大きくなる。使用することで通常の撮影よりも大きなダメージを与えることができます。また、シャッターチャンス以外でも霊をヒットバック交代させることができます。霊力を3ポイント以上貯めると、バスボタンに使用することができます。3ポイントって結構大変だよね。消費する霊力は大きいですが、濃くより大きなダメージを霊に与えることができます。レベルを上げると霊に与えるダメージが増加します。使ってみようかな。でもな、遅くするやつもな、結構使えるからな。特に複数相手だと、一体は、なんか止めてみたいな。ちょっと他なんかないか。こことか。あった。緑の表紙の日記。ボロボロになった本の間に、緑の表紙の日記を見つけた。他の日記に、他の日記っていうか、他の本に目もくれず、これだけは、手に入れるんだね。真壁先生からの手紙を受け取った。先に村を出て帰るように書かれてあった。手紙に思っていた八重と鞘に少しだけ話を聞くことができた。もうすぐ、次の祭りがあるのだという。そうなると、外の人は村に留まれない、ということらしい。先生は特別に見ることを許されたのだ。八重に、いつきの手紙を書かれ、ん？いつきの手紙に書かれていた通り、祭りの日に迎えに来ると耳打ちした。八重は一瞬体を固くしたが、聞こえていないふりをして帰っていった。やはり、祭りの日に村から逃げるつもりなのだろう。だとすれば、いつきもまた、まだ村のどこかに。体を固くしたが、鍵か。なんかそれぞれの思惑が全くうまくいかなかった世界ってことだよね。きつい話だな。とりあえずじゃあ次あれ行ってみるか。さっきのなんだっけ、双子の部屋、あのど真ん中に陣取ってる、あそこに行ってみようか。フィルムリール6だっけ？見てみるか。
さっきのとこじゃない？じゃあないか。え？もう出てこれないように取ろうかと思ったけど、出てくるタイプじゃないのか。この世界だったらもうありそうだなって思うよね。うわーっつって出てきて、こんにちはってやってくる可能性も、まあ、無視はできないわけだから、とりあえずここ開けちょうだい。なんかシャンシャン言ってたからそれだけ気になるんですけど、何がシャンシャン言ってたの？座布団。赤い表紙の日記3。いつきお兄ちゃんからお部屋の鍵を持ってるようにと言われた。誰もお兄ちゃんのお部屋に入れちゃいけないって。お兄ちゃんのお友達が来たら鍵を渡せばいいって。お兄ちゃんに頼まれ事をされると嬉しい。お兄ちゃんのお友達はお家に来られた。千歳はちょっと怖くて隠れてた。鍵渡せなかった。鍵を渡せなかったせいでっていうとあれだけど、ダメだったみたいな、そういうことか。なんもないのかな、情けかな、なんもないか。こっちはん、何、どこが光ってる？これか。もうフィルム変えるのもめんどくさくなってきた。双子の少年。美少年だね。めちゃくちゃ美少年じゃないか。ここはこんなもんかな。これ、なんもないもんね。出る、わ、出る、いっぱいあるじゃん。何かが光を反射している。鏡石。ああ、死んだ時のやつだ。何これ。タンスの上に人のミイラのようなものが座っている。人形じゃないの？ミイラだ。これはミイラだわ。え？何？ガシャっつったよね。呼ぶなら呼ぶで。こっちかな。ちょっとマップマップ。明暗の廊下。あ、違う、逆だ。反対側のとこにちょっと、行こう。行ってみよう。ここ、こうか。ここから、行けばいいのか。で、ここ出ると、開けて。何が待ってる？扉の封印か。封印されてるやつなのか、適当に取っただけでいけるやつなのか。この顔の左側のやつがめちゃくちゃ怖くて、あのジオンのなんだっけ、なんだっけ、サトシくんだっけ、あれを思い出す。あ、アイテムあるじゃん。こっちに来いって言ってるってことはなんかあるな。なんか来るぞ、なんか来るぞ、これ来るぞ。万葉岩。何も来なかった。とりあえず封印解いたし、そっち行ってみようかな。封印って言うのかな、あれ。開けてちょんまげ。ここは？時計のある広間。時計のある広間？あれか。向こうの方で、永遠に人が落ち続けてたところと、対になるところってこと？こ、え、な、ちょ、な、なんか歩いてなかった？さっき。ここ、ここへ。あれ？気のせい。俺、そういうのが一番怖いんだよ。勘弁してよ。
っと待って、こっち側になんかないか？超強いアイテムとかないか？ん？ごめん。お、呼びかけてみたが返事はない。扉には鈴の模様が刻まれた鍵がかけられている。赤い獣の少女。返して。ちょっと待って待って待って、あれ、どっか行っちゃったな。ん、ここか。鍵を開けた。え、なんで。さて、ちょ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 、なんか誘われてないか。ちょっとなんかここになんかあった気がするんだよね。扉とかなかったっけ、ここあるよな。そこだけ見よう、そこだけ見よう。扉っていうか、こう行って、こっちこっち。ここだけ見よう。あれ、調べられやしない。何度、ごめんごめん、これ、え、うず、ちょっと待って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 、ダメだって。ダメだって本当に。ちょっとあれは、あれはなしだろう。ちょっと待ってくれよ、ちょっと待ってくれ、休憩だ。あれ、ダメじゃない。ダメじゃないか。ん、これ、あのさ、ああいうさ、なんか、助けて、助けてとかさ、ダメだよな。すいません、ちょっと助けてもらえますかみたいな感じでさ、こう、開いちゃった。とりあえず行くべきはどっちなんだろう。障子の間はいいか。これショートカットでしょ。戻るときに、ここをお使いください、どうぞって。その制作者さんサイドからの、熱い、熱いラブコール。違うな、違う気がするわ。てか敵が全然出てこないというか、悪霊さんたちが全然出てこないのが気になるところなんだけど。赤い表紙の日記に、お祭りの次の日に五木お兄ちゃんは一人で帰ってきた。黒かったお髪は真っ白になっていた。六木お兄ちゃんはどこ行ったんだろう。六木お兄ちゃんがいなくなってから五木お兄ちゃんはあまりお話をしてくれなくなった。同じようにお優しいのだけど、いつも悲しそうな目をしている。お祭りの日に何があったんだろう。いつきお兄ちゃんに鈴をもらった。目の弱い千歳が危ないところに近づいてもすぐにわかるように。いつきお兄ちゃんは鈴の音を聞いていつでも来てくれるって。それに千歳が書かれて泣いていても、いつきお兄ちゃんにはわかるようにって。自分の、兄弟、殺して、人に優しくできるって本当に優しい人なんだね。双子と少女の写真。ん？何か光を反射している。一音式か。なんかすごいずっとカラカラ聞こえるんだけど。お尻の中に何か光を反射している。すごいよな。こんだけさ、こっち来てくれみたいな感じの雰囲気出してるのにさ、俺やさがすだからね、してんの。ここは、こんなもんかな？なんもない？なんもないか。すごいガサガサ聞こえるんだけど。何してんの？ジョちゃん？ん？どっちから来たんだ？俺はどっちから来たんだ？こっちか。こっちでいいのか？
えらい走ってきてるけどな。あ、こっちでいいのかな。降りてきちゃってるけど。下？セーブポイントだ。ここで一旦区切るか、じゃあ。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。